はい、今日から甲子園で、巨人戦3戦あります。そして今日は第1戦を戦いました。今日の結果タイガースは、1対0で勝ちました。1対0です。9連勝、9月負けなし、マジックが3。広島負けましたんでね、ヤクルトに1対2で広島が負けたということで、2つ減ってマジックが3。まあ、まずは今日の試合ね。今日の試合は、タイガースは西勇輝、巨人は、ジャイアンツは山崎伊織。若いピッチャーね。24歳。両投手が投げました。この両投手は、両投手ともに前回、西から言えば巨人戦。そして山崎から言えば阪神戦。前回はお互いに非常に悪かった。ちなみに、西勇輝は前回の巨人戦は4月にやってて、防御率 6.52 やね。2試合投げて。まあ、山崎は後で言います。そういう両投手の先発でした。そして今日の結果。西勇輝、9回を投げ切りました。117球。ヒット2本ですよ。2安打。ホームラン0。三振6。フォアボールは2、デッドボール0、失点0、自責点0ということで、2安打完封ですよ。まあ、フォアボール2つだけども、失点にはならなかった。まあ、今日のね、内容を少しだけ言いますと、ストレート138キロから146キロ、スライダー、チェンジアップ、シュート、カーブを投げてました。カーブはほんの数球です。ストレートは最速で146キロが出てて、今日はキレも良かったです。変化球はいつもと比較して違うところは、スライダーがいつもよりももっともっと多かった。いつもの5割増し以上だったんじゃなかったかな。5割増しぐらいかな。うん。それからシュートは投げてたんですけども、シュートは割合的にはいつもよりは少なかったと。で、全体的に今日はどの球もまあまあ良かったんですけども、でも甘い球も時折ありました。一番良かったのはこのストレートかな。っていうふうに思ってます。ストレートはスピードもあったし、コントロールも良かったし、ということで、ここ一番ストレートを抑えたところもあったし、ストレートが良かったから他の変化球も効いたかなと思いますよね。スライダー、チェンジアップが特に良かった。まあシュートもまあまあよ、まあまあですけど。まあそういう内容でした。続いて、山崎伊織投手ね、ジャイアンツ。今季19試合投げてて9勝3敗、防御率 3.13。で、さっき言ったように、阪神戦は悪かったというところね。これは4月の、これも4月ね、4月27日に投げてて、この時2回3分の1投げて、8点取られたという。うん、防御率にこの時のを直すと 30.86。とんでもない。ちなみに15対0で勝った試合の先発ピッチャーやってる前。タイガースが巨人に対して15対0と。まあ、前回は山崎はいいピッチングしてきてるんで、前回とか前々回とか最近ね。だから、まあ、前のようなことはないでしょうと。そして今日の結果です。8回を投げて、116球。3安打。ホームラン0。三振が8。フォアボール0。デッドボール0。失点1、自責点1ということで。これも、8回終了まで投げたっていうことは、投げ切ったということです。そういうことです。そして今日の投球内容は、ストレート143キロから150キロ。カットボール、シュート、フォーク、スライダー、カーブを投げてました。まあ、マックス150キロでしたけども、だいたい平均すると146キロ程度かなと思います。変化球はカット、シュート、フォーク、スライダーと。まあ、カーブはほんの数球でした。良かったのはその中でも、ストレートとフォークが良かったと思います。ストレートは、タイガース打線はタイミングがなかなか合わなかったですね。ちょっと遅れてたんかな。フォークは、いいとこで落ちてて捉えられなかったというところです。2回のこの失点というのは1失点ですけども、山崎投手ね。これは、まあ、ノイジーに最初シュートをうまく打たれたと。これでヒットを打たれたと。そして坂本に真ん中の低めのカットボール。
まあ低かったんですけども、コースが真ん中だったということもあって、引っ張れたんで、坂本が。それが三塁線に割といい当たりだった。これは三塁強襲ヒットみたいな形になったと。で、ランエンドヒットをかけてたから、一塁ランナーのノイジーが、ノイジーでランエンドヒットをかけたというところはちょっとね、おっと思ったけど、三塁まで行けてたと。そして木浪が外野フライで1点と。この攻撃はタイガースは鮮やかな攻撃だったと思います。まあそれが1点。それで、失った1点だというところでした。あと、両投手の甘い球率、高い球率については、概要欄に記載しておきますので、興味のある方はご覧になってください。というところで、今も、申し上げた通りですよね。2回に1失点というか、この1点だけで、この試合は、あとは点が入らなかったという試合です。まあ、チャンスとかいろいろ両チームあったんですけども、得点には至らずというところで、両投手が踏ん張ったと。これで、マジックが3になったということは、この調子でいくと、あと今日、明日と巨人戦がタイガースあるわけですよね。もし明日同じことが起こったら、阪神が勝って広島が負けたら、一気にマジック1ですよ。そうすると、明後日タイガースが巨人に勝てば、決まりじゃないですか、あれが。甲子園でな。甲子園でな。甲子園で決まるけども、でも、ここで広島が明日明後日とヤクルト戦に踏ん張って勝ったとするじゃない。阪神も、まあ、巨人に勝ったとする。まあ、3つ全部勝ったとする、仮に。そうすると、マジックは2つ減るから、マジック1のままやと。1のまま、今度、マツダスタジアム行くから。そうすると、マツダスタジアムで広島に2戦戦うんだけど、1つ勝てば、マツダスタジアムでそれで胴上げが決まんねんな。でも甲子園で決めたいやん。やっぱりみんな甲子園で決めたいって思ってるから。だから、そうするとね、どうなるんかな。ちょっと負けてもええんちゃうかと思うけどね。勝たんでもええんちゃうのと思ってんねんけど。マジック3いうことは広島が3つ負けたらもう決まりやし。阪神が3つ勝ったら決まりやし。ね、今日みたいに今日阪神が勝って広島が負けたりしたらいっぺんに2つ減るからな。そうすると14日もあるし。でも14日巨人も踏ん張って勝つかも分かれへんやから、阪神に、うん。そうするとマツダスタジアムで決まるってことになってしまうんよな。もう知らないや。それは、今年に限っては、甲子園で、調整次第では、甲子園で決められんねんから、なんとかせなあかんのんちゃう。まあ、ハレー彗星みたいな優勝やからな。あれやからな。まあ、いつ来るか分からへん、今度。今度はな。今度生きてる間に入れるかどうか分からへんもんな。いや、そう思ってるやろ。ところは、阪神連覇への道っていうのが、新たに始まるかも分からへん。今年から。岡田監督も年やからもうええって。あ、まだ来年もやるはずやで。そうなん？うん。2年か3年かやるはずやで。契約したの？と思うねん、確か。確かなんかそんなん見たような気がするねんな。今年で終わりってことはないと思うわ。まあ、もっとも体調が悪いとかどっかがなんかあってとか言うんやったら、な、それはまた別やけど。だから、この、連覇してほしいよね。優勝回数がそれでなくても少ないんやから連覇してほしいわ。まあ今年はね、いろんな面がうまくいきすぎた、うん、勝ちすぎやねん、ちょっとね、これ。いや、英語でやねんで、英語だけど、ここまで勝つと思ってなかったし、来年はちょっと厳しいわ。ポコポコホームラン打つ選手もいいひんやん。それでも勝つね。不思議なもんやな。それでも勝つね。巨人の方がいっぱいホームラン出てるのにな。いろんな選手いるしな。ここでホームランバッターがなバッと入ってきたらもうすごいかも分からへんわな。外人も全然やのにな、阪神は。うん、なあ、ほんまに。やっぱりそこは監督次第ってことなんやろか。まあな。うん、まあ、今年のやり方は良かったと思うで、岡田監督は。このメンバーで、そういう長打力のないメンバーやんか。それで、セリーグで一番得点が多いね。阪神打線っていうのは、結局、ホームランバッターはそんなに打つのいなくても、この打順の中でどこからでも点取れるチャンスがあんねんな。
普通やったら1番とか2番が打って3番4番5番で返すんや。これが野球の基本スタイルや。ところが今度は3番4番5番がチャンスメイクして、それで木浪で返したり、あるいは木浪が出て1、2番で返したり、阪神3、4、5があんまり機能してへんや、よそのチームのように。そうね、だから3、4、5はそんなに当てにせんでも点取れんねん。フォアボールを使いながら、フォアボールを取りながら、それで木浪が時々打つと。で、上位に回ったらチャンスで上位やから、近本が得点圏打率、まあ、未だにまだセリーグ1位やろ、確か。ね、普通、この辺っていうのは、クリーンアップ打ってる人がなるもんなんよ。3番、4番、5番が大体なるもんなんよ。1番がそれだけ打点が多いというのは珍しいよね。ということは逆に言うと、そこで点取ってんねん。1番、2番が、よそのチームで言うたら3番、4番みたいなもんかもわからへん。クリーンアップかもわからへん。クリーンアップが2段構えみたいなもんや。だから、点がうまく取るような仕組みを作った。それとフォアボールを取って、それを、なんていうの、評価点をプラスにするようにしたやんか。球団に交渉して、ポイントを上げたやんか。だから、それでいっぱい取ってるもんやから。結局ヒットと同じやっていう考え方すればな。ヒット数が多い方が、ホームランがいっぱいと、もう、どっこいどっこいというか、いい勝負できるわけやな。フォアボールとヒットが多くあれば。要するに、フォアボールも含んでヒット数みたいなヒット相当やから。その塊で言えば。決してホームランには負けてないということよね。それを、今年の岡田野球は示したんちゃうんかな。セリーグの優勝ラインの早見表やね。ここのところ、広島カープがちょっと負けてきたから、逆に DeNA とか巨人とかと、だんだんこう、迫ってきたわけやね。まあ言うても、まあ巨人は今のところ4位やから、ちょっとまあ置いといて。で、DeNA までをこの優勝ラインの早見表に入れました。場合によっては DeNA が広島カープを上回る可能性もあるんで、います。まず、タイガースは残り試合17試合。そして広島は13試合。まあ、まず、DeNA はちょっと置いといて、ここから行こうか。広島から行こうか。2位の広島。広島は13試合を残り全部勝った場合。最終的な勝率は、5割8分3厘ですと。583。ね。で、タイガースは583で、に並ぼうと思ったら3勝14敗でいいわけやと。並んだ場合は、阪神の方が規定によって上位に来るから、阪神が、上、阪神の方が上ですよと、1位ですよということで決まりますと。今度 DeNA に目を向けてみると、DeNA は16試合ですと、残り試合ね。で、16勝0敗でいった場合は、5割7分1厘、571という数字です。571っていうのは、タイガースで言うと、1勝16敗だと5割6分8厘、568やから、これを上回ります。もしタイガースが1勝16敗で終わったら、DeNA が16勝0敗の場合は DeNA が勝ちます。上に優勝という形になります。で、広島カープが、まあ仮に11勝2敗として5割6分8厘という勝率でいった場合も同じです。まあそういうことで DeNA も数字上は、かすかな、なんていう、優勝というのが、まあ、数字上では、なきにしもあらずだというところですね。まあ、しかし、マジック3ですから、阪神が3勝14敗で終わることもないし、もっと勝つやろうし。まあ、そのタイミングはさっき言った通りでね、どこであれになるかっていうのは、胴上げは、まあ、それ別として。とにかくもうタイガースが時間の問題というのはもう間違いないんで、そこは疑いの余地がないんですけども。広島阪神で試合したらええねん。今度広島。いや、だからやるやんか。15、16でやるやん。今日から見れば、明日、明後日、明後日、
その次の。阪神。うん。で、マツダスタジアムや。いや、だからそれを甲子園にしたらええやん。そんなことできへんから、よう言うわ。もう開催は決まってんねんから、帰られへんよ。交代交代にしたらええやんか。むちゃ言うわ。でええな。でもその後、甲子園にまた帰ってくんねん。阪神も甲子園多いわけや。こんなんやったら広島と中日の日入れ替えたらええやん。そんなことはできへん言うのに。無理やっちゅうのに。もう決まってる予定通りこれはやるしかない。でもそれやめといたらええやん。いや、それは無理や。むちゃ言うたら。なんで、その後に、やっとに伸ばしたらええやん。いや、そんなん言うたら。これがだからその日程の決められた日程の中でどこで優勝するのがまあそれはまあええといやええんやけども、でもみんなが甲子園で甲子園でって言ってる人多いやんか。そやからちょっと融通気がしてくれたらええやん。甲子園で優勝しようと思ったらもう14日に決めてしまうか、それかそれ逃したらもう広島戦負けるしかないねん。2試合とも負けたらええねん。負けたら、ま、これは調整聞くんで、阪神が広島に負けることによって、マジックは多分、減れへんはずやから。相手広島やから。ね。阪神が負けたらええねんから。もういかんとったらええねん。いや、いかない。それ、あかんがな。なんでその、ずる休みちゃうねんから。そんなあかんがな。な。で、ここで DeNA 戦が土日であるから、今度の。そこでええんちゃう。そこだと、スケジュール的に無理がないもん。まあ明日は普通に戦って普通に勝つつもりでやったらええんちゃう。それでええと思うわ。勝ったら勝ったでええやん。という内容やな、今日は。そんなとこかな。はい。はい、ではまた明日。